この番組では私の人生や生活の役に立った本を紹介しています。音声だけですので耳だけ貸してください。今回紹介する本は99%はバイアスという本です。この本を読んで印象に残った部分を紹介します。それでは始めていきます。せっかくこの本を手に取ったのなら、 人に影響されるだけの生き方ではなく、人に影響を与えるように生きてみるのもありだと思う。この本ではそんな提案をしてみたい。キーワードになるのが、バイアスだ。バイアスとは、一般的に認知の歪みのことを指し、偏見や誤解のことを言う。人間の脳を持つ限り、 人はバイアスから逃れられない技術が発展しさまざまなことが一周回ってしまったと思う硬いものを食べるのがつらいから柔らかい食品を開発したその結果顎の力が弱くなった足の裏が痛くならないように靴を作ったその結果足は退化し小石を踏むことすら耐えられなくなった そうやって当たり前になったことをもう一度疑ってかかるタイミングなのかもしれない批判的に見るその癖を本書で身につけてほしい信じてしまいそうになるその1秒での診断が判断が大事だ人は 思いい込みででできているるここの本で教えられることは一つ,つはあなた自身がバイアスに自覚的になることもう一つは他の人たちにバイアスが存在することを知っておくことその2つを知ることで他人との差が生まれ有利に生きられる。 私にはバイアスがないので絶対に騙されません。その思い込みがすでにバイアスの中にいる。そうではなく、自分は騙される、自分は間違えるという可能性を受け入れることで初めてバイアスから逃れられる。騙された後、間違えた後、どんな判断をするか。認められたい、好かれたい、かっこつけたい。 そういった思考が訪れる一秒の扱い方が大事だだまされる人はなぜだまされるのだろうか実は無意識に自分からだまされに行っているからだだまされる人の特徴は目の前の人の心の中に勝手に同情してしまうことから始まるあの人は大変そうだな 多分悲しんでいるだろうなそう考えているうちに相手に感情移入して自分を賢く見せたいかっこよく見せたいという思いが絡むそこが自分で自分を騙す瞬間だそれに自覚的にならないといつの間にか相手に操られていることになる 高額商材の詐欺に引っかかる人にもこの人になら騙されてもいいかと思ってしまう瞬間があるというお店でぼっ,くられぼったくられた時もこの人はきっと何か大変なことがあったんだろうと思い込んでしまうもしあなたが騙されやすい自覚があるならあえて自分から断る練習をすることだこれ食べていいですか とスーパーで試食したり、これ着てみていいですかとアパレルショップで試着する、そしてその後絶対に断ってみよう。おすすめは財布を家に置いてお金を持たずにやってみることだ。結局、自分にとって。 どうしても気になるもの好きなものを調べた方がいいという結論になるそれを一つ持っているとあの人は物知りだと言われるだろうコンテンツを作る人は2種類のタイプに分かれる面白いものを思いついたら作る人ノルマを決めてコツコツと作る人 成功するタイプなのは後者のノルマを決めてコツコツと作る人であることが多い何かコンテンツを作っている人は完成度やクオリティにこだわるのではなく締め切りを設けてみようそしてその時間になったらどんなに満足していなくても公開するおそらくいつもより面白さが20%くらい落ちても あまり気づかれない一発逆転を狙うより安心感を積み上げていくイメージだそういう考え方をできる人が相手のバイアスを利用する立場になれる親の顔色を見て仕事を選んでしまう子供は絶対に後悔する。だかからら子供から この仕事をやりたいと言われたときは、親は応援するしかない。与えられたゲームをやるだけより、パソコンで既存のゲームをハックして、自分がやりたいようなゲームに書き換えてしまうような枠からはみ出すことの方が重要だ。学校が決めた範囲の数学をやるより、興味の赴くままに、 どんどん難しい数学にチャレンジして飛び級していった方が天才は生まれやすくなる人に影響を与えるのはまだ見たことのないものを作る人だ言われていないことを勝手にやる人を一人でも多く育てた方が本人にとっても社会にとっても幸せである僕のスタンスは あらゆる分野の知識について広く浅く知っておくことだ。それにより各分野に素人目線の意見を言えるようになると思っている。あらゆる分野の馬鹿の山の上にいるようなものかもしれない。だから僕は素人の代表だ。ただし素人だから間違えるということも自覚している。 ここで大事なキーワードがある。同調圧力という言葉がある。同調圧力とは会議の場や集団で集まった時に自分の意見が言えなくなるような力のことだ。それに抗うのは難しいことかもしれない。ただし今私は間違いなく同調圧力を感じていると1秒だけでも 自覚的になるることはできるだろう家族のルールで他人と違うところは何だろうかそれを考えることから自分の思い込みをなくしていこう他人の成功を素直に認められる人はその相手に近づくことができる。 仲良くなることで「あれってどうやったのこういう時あなたならどうする?」とアドバイスを聞くことができるこれが重要だあなたがうまくいくためのコツはたった一つ素直に聞くことだできない人はプライドを捨ててできる人にコツを聞くこれしか思いつく方法はない 周りでうまくいいいっててるる人にコツを聞いてみる自分が裸であることに気づくことがそのきっかけとなるあなたは誰の働き方を基準にしているか少し振り返ってみてほしい最初にダメな上司についてしまった場合考え方を変える必要がある。 最初に学んだことを間違いだったと認めることでバイアスから逃れることができる組織においてはトップによる戦略が大事だ末端の人たちが頭を使っても全体には効果がないがトップの判断はすべてを決定づける優秀かどうかを見分けるポイントがある 一発やか、かそうじゃないかだ。どんな仕事でもたまたまと狙い通りの2つがあるいろいろな事業をやっているとどんな素人でも当たるときには当たる重要なのは次のビジネスだ一度目の成功を本質的に理解できているのかそれとも 的外れな理解しかできていないなのか前者であれば他の事業でも再現性があるだろう一発屋でもなく勘どころをつかんで他の事業でも成功させることができるはずだどんな業界や職種でも再現できるかどうかがポイントだ優秀かどうかはここを見極めよう 苦手ななことを無理にやっても続かない。得意なことを無欲にやるこれ以上の成功のコツはない優秀な人は最初に舐められても気にしない逆に無能で中身が空っぽな人ほど舐められると怒る僕も割と軽く扱われたり雑に扱われてきた方だもしあなたが 雑に扱われることに腹が立つなら、印象を取り繕っている自覚があるのかもしれない。なめられたらチャンスだと心の中でつぶやこう。僕は他人に向けてお金を使うことはほとんどない。家族や限られた友人、本当に困った人に対してなら、 何かしてあげたり寄付することはあるがそれがエスカレートしないように気をつけている全員に認められようとしないで生きるそう決めておくと誰とでも割とフラットに付き合える要するにいいカッコするなということだ無意識にカッコつける癖がある人ほど危ない クレーム処理のコツは、全く別のことをしながら電話を受けるということだ。本を読んだり、パソコンで作業をしたり、絵を描いたり、とにかく相手の話を100%受け止めず、別の作業をやりながら半分だけ聞くスタンスでいることだ。バレたことは一度もない。実はクレーマーの目的は、適切なカスタマーサポートを受けることよりも、 自分の気持ちを吐き出すことにあるつまりちゃんと話を聞いてくれる人に一方的に話をしたいだけだだから相手のクレームを話半分に聞きながら「そうですね」「おっしゃる通りですよね」と相づちを打っていればやがて相手の怒りが収まってこちらの話を聞いてくれる体制になるそれまでは 別のここととをしなががら待つことが得策だ聞き流していても要点だけは頭に残っていてその事実だけを拾うようにして相手が感情で発する部分はスルーするのがポイントだもし怒らせてしまったとしてもいつか許してもらえる。 と楽にに構えていいいた方が絶対にいい仲直りをする時のポイントは本質をつかないことだ。どうでもいいことを話すようにする。最近何食べた昨日の雨はすごかったね。みたいなことからポツポツ話すようにするといい。間違っても怒りの原因とか相手の性格とか本質的な会話をしないことだ。 何度も繰り返すが人と異なることは今の時代では価値だいかに人と違う発想ができるか他人と違うアイディアを出せるか大勢の人と違うものの見方ができるかそこに価値があるからあいつは変わってると言われることは本来喜んで受け止めるべきだ。 ビジネスで勝つののに必要なのはススピードだビジネスはすべてどこかの企業がアイディアを実行するところから始まるスピードとは改善する回数だまず作ってみて失敗してやり直すその試行錯誤を何回繰り返せるかアイディアにあぐらをかいているとあっという間に追いつかれる。 逆にどんなにアイディアに自信がなくて先を越されてもちゃんと追いつけるし最後は勝てるということでもある今ある身近な大企業を調べてみよう多くの企業で後発だったにもかかわらずライバルを追い抜いていったものがほとんどだ「来年こそ頑張ろう」という言葉があるここにバイアスが生じる 年が明けても同じあなたがいるだけなので、ガラッと変わることはない。環境の変化があるなら多少変わることができる。大事なことは、自分は所詮頑張れない性格なんだということを受け入れて、目標を下方修正することだ。たくさんの目標の中から、どうしても達成したいものを一つに絞り込み、 残りを諦めることだ来年こそは頑張るぞという決意は翌月にはもう忘れているはずだ「やったことないことはやる」「やってみて嫌だったことはノーという」と言う一度失敗をしているかそうでないかは運命の差がある。 そうやって消去法をしていくことで自分の得意分野が見つかっていく大人になってからの勉強は自分の目的を優先させよう細かいことは横に置いてどんどん勉強していこう最後に時間が余ったら細かな知識を回収すればいい 結論だけ聞かされた時に理由は何根拠は何データはあると確認する結論より根拠を覚えるそれがインプットのコツだ結論より根拠を覚える仕事ができる人はメールが短い返信するための要点がまとまっていて こちらが何を判断すればいいかが明確になっている要点を短く伝え質問を待つそれがコミュニケーションの基本だ自分がされて嬉しいことは躊躇せずに相手にもやろう人はどうしても相手に他人に迷惑をかけたり 助けらられながら生きていくものだそれを否定しない方がいいお金を稼ぐことが目的になって残業代や休日手当をあてにして休むことを忘れてしまう人がたくさんいる他の人が頑張っている様子を見ると自分も頑張らないといけない気になるそのうち 体の弱い人から順番に体調や精神を壊してしまう。お金のために一生懸命に働いて体を壊す。なんて本末転倒なんだろう。ある程度自分に必要な生活のお金を把握したら、それ以上は働かない選択をするべきだ。あるいは生活保護で国に頼る道もある。 一人の時間をどう過ごすかが大事だ。これをやれ、あれをやれと言われただけではなく、自分が面白そうだと感じたからやってみた。この体験こそが財産だ。そのためには、いかに労働から切り離されて、物事を考えられるかが重要だ。この世で有害なものはブラック企業だ。 ブラック企業とは従業員やアルバイトのやりがいや時間を搾取して安い給料でお客さんに高いサービスを提供させたり長時間労働をさせたりして経営者だけがお金持ちになる企業のことだそんなブラック企業を潰す方法は一つしかない従業員が一斉に辞めることだ嫌だと思ったら ささっさとやめられるという選択肢を選べる方が大事だ虚無感を忘れ好奇心を取り戻すにはどうすればいいのだろうか実は簡単だ地図を広げて行っていないところを探す行ってみる歩いてみるそれだけだ それをやり尽くしてみるまだ歩いたことのない道を探そうこれを日常的にできている人はきっと人生を楽しめている退屈する人生から逃れるにはそれが最も手っ取り早い方法だあなたは休むことに罪悪感を覚えていないだろうか申し訳ございませんが 有給休,休暇を取りますなぜかというとてんてん法でも犯したかのように休むことを悪いことだと勘違いしている人がいるそういう考えは根本からなくした方がいい別に疲れていなくても休めばいいし風邪をひきそうな時に病院に行ってもいい元気なうちから休んでおくまずはこれを実践することだ 休むことに理由を求めるのがそもそも間違いであるデマを信じないためにかなり意識的に自分を変えていかないといけないデータあるとソースあると瞬時に考える癖をつけるしかない怪しい情報はとりあえずググってみる 誰が発信を調べてみる根拠がなさそうなら一旦グレーな情報として頭の中で保留状態にしておくその一手間の思考をすることがもはや欠かせない上手に話すためには結論ファースト結論を10秒以内で話してしまうことだ。 その段階では相手に誤解されたりドキッとさせてもいい。えと言われた時にすぐに取り繕ってはいけない。結論で相手を引きつけたら、そこから状況説明や補足情報を付け加えていけばいい。徐々にネタしをしていくような感覚だ。もし情報に不足していることがあるとしたら、相手から質問されるだろう。 最初から正しく伝えようとすればするほどあなたの話は長くなる。最初に結論を話したら次にやることはその証拠となる事実を並べることだ。ここで大事なのは客観的な事実であることだ。こういうデータがある専門家の研究によるとというように誰が見ても明らかであることを伝えればいい。 話し上手と言われるためには、この2つを意識するだけだ。結論を言い、その根拠を並べる。たったこれだけだ。僕の経験上、うまく説明する、できる人は、出世する。自分で手を動かすことはせず、全体を把握して、ここはあなたに任せたということを伝えられるからだ。 全体を俯瞰で捉えられればいい。鋭い質問や前提をひっくり返す提案をしろというわけではない。どんな状況でも、要するに〇〇ということだと最初に言えることが大事だ。要するには相手の話を聞きながら、ちゃんと確認していることを全体に知らせながら、 自分がポジションを取れる魔法の言葉だ。意識してちょっと大きめの声で話すということをやってみるといい。どんなに説得力のあることを話しても、どんなに面白い話でも、ぼそぼそと小さい声で話していると、その魅力が半減する。 自信がない人にはある特徴がある。それは声が小さいことだ。喉から声を出すとどうしても嫌な声の大きさになる。話していることに自信がない時こそあえて大きめに話してみよう。今回は以上です。